どうもこんにちは、ブログの川野宇田です。今日はブログのアクセス数の増加イコール売上の増加ではないというですね、お話をしたいと思います。これ結構勘違いされている方が多くて、中小企業個人事業主の方がブログで集客したい、ブログで商品やサービスを販売したいと考えて、ブログ書かれている方って結構多いですよね。そういった方がとにかくブログのアクセス数を集めれば、それに比例して売り上げも上がっていくだろうと勘違いされているんです。これはですね、全く幻想です。こんなことはないんですよ。で、この方程式が当てはまるものというのは、ブログで広告収入を得ようとしているブログです。例えばブログのサイドバーに広告を貼りますよね。 PR 広告、真四角のバナーとかですね、ブログの最後に広告を貼る。で、ブログに来た方がこの広告をクリックした時に、1クリックに対してだいたい数円、数十円というですね、広告収入が得られるというモデルがあります。 Google の AdSense というものが一番メジャーかと思うんですが、とにかくブログに人を集めて広告をクリックさせる、その時に1クリックに対して収入が入ると、そういったことを目的で運営されているブログというのはアクセス数の増加イコール売上の増加になります。なぜならクリックする可能性がある人がいっぱい増えるということですから。アクセス数が増えるということは、この広告をクリックされる可能性が増えていきますよね。広告をクリックする人というのも比例して増えていくんです。なのでこういったブログであればこの方程式当てはまりますよ。でもあなたのようなですね、商品やサービスがもう元々あなたにある、で、その商品をブログで販売したいと考えている方は、とにかく何でもいいから人を集めたところで、この人たちはね、そもそもあなたの商品に興味ないんですよ。なので例えば500人このブログに集めた、500人あなたのブログに来たとしても、その500人がですね、小学生だったらどうしますか？中学生だったら、例えばあなたの商品が20代の女性をターゲットにしているにもかかわらず、50代の男性がブログに来たところで全く無意味なんです。アクセス解析でアクセスを調べた時に、例えば1日500人と500アクセスが集まっていた、これ数字だけを見るととても嬉しいですよね。お、自分のブログが500人も見られているのかと、とても嬉しいですよね。ただこの500人の内訳が重要なんですよ。数字が増えてあなたが自己満足するだけのアクセスというのは全く無意味なんです。全然この売り上げにつながらないんですよ。中小企業個人事業主の方が自分の商品を販売したい、そのために、集客したい、そのためのブログでアクセス数、この数字だけを気にしていても全く無意味です。なので何をしなければいけないかというと、アクセス数を増やすのではなくて、単純にアクセス数を増やすのではなくて、あなたの商品に興味がある人をどんどん集めてくる、これが重要です。とにかくアクセスを集める。例えば他人のブログにとにかくコメントしまくって、そこからのアクセスを集めたりとか、ツイッターで自分のブログを宣伝しまくってそこからのアクセス集めて、数字だけを気にしているのではなくて、必ずですね、あなたの商品に興味がある方だけを集めてください。で、その方法というのはまた別の動画で解説しますので、私の過去の動画をご覧いただければわかるかと思います。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございます。